どうも底辺 YouTuber ジャーニゴリです。 YouTube 始めて1ヶ月ぐらい経ちました。1ヶ月ちょっとですね、想像してたよりも5倍は大変でした。そうですね、動画の編集とか、撮影自体もそうですけれども、思った以上にすごい時間かかります。楽しくはやれてるんで、今ぐらいのペースだったら続けていけるかなと思ってますんで、ちょっと気長にやっていこうかなと思います。で、今日も引き続き、テイクアウト飯を、紹介していこうと思うんですが、静岡市に、駒形通りっていう古き良き時代 の商店街が残っているんです。いま、だにですね、銭湯があったり、魚屋さん、肉屋さん、果物屋さん、純喫茶があったりとか、ヒマラヤンカレーのお店があったりとか、もう本当にですね、魅力的な昔ながらのお店が残っているんです。私大好きなんですけれども、その中に、老舗のお弁当屋さんがあって、朝日屋さんっていうお弁当屋さんがありまして、そこの今日はお弁当を紹介しようと思います。一押しのメニューは、唐揚げ弁当ですね。520円です。じゃじゃん、これ見てください。上蓋が全くですね、閉じてない。もう破壊されそうですね。すごいですよね、これ。このビジュアル。開けていきます。じゃじゃーん、すごくないですか、このインパクト。もう初め見た時もね、衝撃的でしたね。これちなみに唐揚げが単品で60円でですね、頼めるんですけれども、これ本来ある、数から一つで、ね、増量してます。はい、それでこんな感じです。はい、じゃあこの破壊された上蓋を取りますね。じゃあ改めて、もうほんと唐揚げがメインのですね、唐揚げ弁当ですね。他の具はキャベツとの漬物ぐらい、あと梅干しっていう感じですね。お弁当は1個、520円ですね。この弁当は先ほどもお伝えした通り、1個唐揚げを増量してます。60円で増量してます。でも1個減ったとしてもね、このお弁当が520円っていうのはちょっと考えられないコスパじゃないですか。いただきます。見てください、この大きなボリューミーな唐揚げ。じゃあいただきます。揚げたてカリカリ、めちゃめちゃジューシー、うまみがたまらないんですよ、これ。僕ね、唐揚げがすごい好きで、どこ行っても結構すぐ唐揚げを頼んじゃうんですけれども、ここの朝日屋の唐揚げが一番好き。お米との相性もいいですね。やっぱ唐揚げと米、または唐揚げとビール、相性最高っすよね。これからですね、花見のシーズンにもなりますので、朝日屋の唐揚げ買ってって、持って行ったら喜ばれること間違いないです。私も必ずこの唐揚げを買って、花見とかバーベキューとか行くんですよ。もう大絶賛、間違いない。ちょっとコロナが心配ですけれども、今日はですね、駒形通り沿いにある、老舗のお弁当屋さん、朝日屋の、私が一番好きな、唐揚げ、唐揚げ弁当520円を紹介しました。ぜひぜひ食べてみてください。バイバイ。